松本達夫は日本テレビ放送網、営業局長。中学校時代は生徒会副会長として活躍した。早稲田実業学校高等部を経て、早稲田大学小学部卒業。早日では野球部に在籍し、1年生の秋から保守に転校して、同期生の荒木大輔とバッテリーを組む、甲子園にも出場した。 甲子園では指を痛め打撃不振だったが、持ち前のインサイドワークで荒木をリードした。早稲田実業野球部に在籍した部員の中では、珍しく普通科で、秀才学生だった。大学時代はカレー屋で、アルバイトに励む。日本テレビ放送も入社後は、三ゆき野球教室などを担当。スポーツ局チーフプロデューサーとなり、主に野球中継担当だが、並行して、 アザ一世チーフプロデューサーが担当していたゴルフ中継も担当。2008年からは原則としてスポーツ中継全般のチーフプロデューサーとなっていた。2012年6月1日より営業局営業企画部長兼チーフプロデューサー。2014年6月1日より人事局に同士厚生労務部長兼キャリアサポート部長。 2015年6月1日付で人事局人事部長、県キャリアサポート部長、人事局担当局次長兼人事部長を経て、2018年6月1日付でスポーツ局長、2020年10月1日付で営業局長に就任する。公認のスポーツ局長は、新井直彦。ありがとうございます。